お待たせしました。フィア、フィアは。フィアが死んだのか。いや、私はお前にまだ何もしてやれてないというのに。フィアさんの力で私の力も一瞬増強されていました。あの男は深い傷を負い、しかしすぐに回復するでしょう。今のうちです、ジンジャー。話はミツルから聞いています。これで皆分かったでしょう。犠牲を出さずに鬼切り丸を封印することなんて不可能なの。理想を口にすることは簡単なのよ。でもね、誰もできなかったことを実現させるのは本当に難しいこと。あなた方が逃げ出したことも、スグル、あなたが一度裏切りを働いたことも今は水に流します。重要なのは鬼切丸の封印のみ。アリア、あなたの血を用いて鬼切丸を封印します。当代の玉依姫がその儀式を執り行うでしょう。依存はない。もはやこの世に未練など何もない。アーティファクトの解放を早めた罪はこの身をもって償おう。私の命などどうだっていい。
では、懲りもせずまた何の犠牲も出さずにこの場を切り抜けようというのに。事態は悪化し続けているというのに。玉より姫、あなたがそう言うならやってみればいいでしょう。私もおそばで手伝わせてもらえませんか、玉より姫。この辺りなら、もういいかもしれないな。あなたは震えていたから、あそこであなたを慰めるわけにはいかなかった。あなただけが唯一の希望だから。あなたが恐れてしまっては、皆が不安に思う。立派でしたよ。あなたはとても立派だった。2ヶ月ほどの間にこれほど強く綺麗になった。実は、いいものがある。あの男の隙をついて、持ってきました。身につけてくれませんか。本来これは玉依姫の持ち物であるはずだから。
よく似合っている。ついに玉より姫となりましたね。ちぎりを交わしましょう。今、私たちにはそれが必要だから。私を暗闇から引き戻してくれた。私が一人で引き受けようとした罪をあなたも背負うと言ってくれた。真の契約は血に目覚めた玉より姫との契りによって結ばれる。そう私の調べた資料にはありました。これは誓いです。あなたの守護者としてあなたに求める。その愛を、私はその命をもって愛に応えると約束しよう。まあそんなのは建前。何より私が今あなたを感じたいと思っているんだ。まさか、私もそこまで策略家ではない。あなたのことが好きだからですよ。すぐあの男が来るでしょう。アリアか、もしくはあなたを求めて。鬼切丸の人間はそう長らく封印していた玉より姫に向けられるはずですから。
信じておくと。信じる気持ちは何者にも勝るか。何よりそばに私がいる。君と大丈夫。ようやくというところでしょうか。恐れることは何もない。私と共に戦ってほしい。やあ、ご両人。たった二人で俺に戦いを挑むとは、これはまた随分と舐められた。この力の本質は憎悪。鬼切り丸をめぐる戦いの中で生まれた憎悪が鬼切り丸に取り付いたんだろうな、この憎悪は。いや、初めは自分の頭の中を食い破られるようで随分抵抗したんだけどな。正直に言って、一度精神を削り渡すとあとは楽なものだ。憎悪というのは実に居心地がいい。なるほど、制御できなくなるというのはこういうことか。ヒヨノを殺すのは本当に気が進まなかったんだが、成り行き上仕方がない。とにかく、なんだか身の内を支配する。
彷徨う日々は生かしておくなんて。そういうわけなんで、ちょっとばかり君の後ろの姿を殺させて。5つ伝出。7つ検出。僕の存在忘れてない？君たちが孤独に気を取られている間に、危ない！みなかみ検出！薬包70円検出。そういうわけにもいかないでしょう。俺は神になって楽園を作りたいんだ。邪魔しないでもらおうか。
この程度のものか。私たちが必死で封印してきたものは。まさか。これでもね、かなり手加減してるんだな。そう思われるのはちょっとしんどい。神、絶対でなければ。そうだな。じゃあ解放してみせようか。この力がどれほどのものか。確かにこれは格が違うかもしれないな。あなたは逃げなさい。神の降臨を見よ。これは新たな世界を作り出す者の姿だ。早く逃げなさい。相手じゃない。時間を稼ぐ。逃げて方策を練り直すべきだ。今ならまだ間に合う。早くアリアを連れてここから逃げなさい。神罰にてこの世より去れ。似合わない。あなたは私のそばに。
消滅せよ。何をしているんです。戻りなさい。しのいだのは見事だが、追撃があるとは思わなかった。名前
守護者が姫を守らずに守護者と言えようか。あなたを守るのが私の本来の役目。あなたが逃げずに戦うというなら、私があなたを守りましょう。千年の昔、鬼切丸の封印が解かれた時、三つの神が守護者となった。玉依姫との契りを交わし、鬼切丸の力を分け与えられた。それは今、千年の時を経て、玉依姫との真なる絆によって復活する。今一度誓おう。私はあなたのためにある。あなたと共に歩み、あなたを災厄から守る。あなたの願いを。御意のままに。ここからが真の戦いと思うことだ、アシア。ほう、大して変わったようには見えない。お前は頭がいい。せっかく世界を一つにまとめられる力が手に入った。優秀な助手が欲しいところだ。ダメです。あの夜から私の心は変わらない。あなたの重荷を私も背負うと言った。あの時から、たとえ一時でも、互いに道をたがえた時でさえ、あなたのことを考えない日はなかった。私はあなたを守るためなら、あなたの悲しみを拭うためなら、どのようなことでもしてみせよう。返事は決まっているよ。無論だ。お前の助手になりたがる人間などこの世のどこにもいない。これだけの力を前に平伏しない者などいないだろうぞ。恐怖で押さえつける偽りの世界か。お前のように浅はかな者が抱きそうな妄想だ。理想とはしばしばそのように言われるものだ。伊達に長話をしていたわけではない。お前が得意になって話をしている間に、それなりの結界を張らせてもらった。もう一つ言わせてもらうと、さらに強力な攻撃性の結界陣を足やお前の周囲に張らせてもらっている。
だな。もう遅い。無限エンジン検出。あなたを守る立場の私の力で、あなたに怪我をさせては本末転倒というのは。少し驚いたな。なるほど、生半可な攻撃では拉致が開かないと。まずは玉より姫を殺し、この身の内に眠る像を消し去ろうか。力を我が物とし、世界を楽園へと変えよう。私が指一本触れさせない。今夜でくだらない争いばかりの醜い世界は終わり、来るべき新時代が始まる。見せてやろう、神、力を。私たちは負けることはない。なるほど、まだ希望してぬか。絶望的な状況で救ってやる方が良いと思ったのだが。言った通りでしょ、アリア。決して絶望なさったりしない。申し上げたはずです、手伝わせてほしいと。
分家とはいえ私も玉よりの血を継ぐ者、お力添えを。フィーアの仇を討つ。これだけは他の者にやらせるわけにはいかない。危ないから戻っていなさい。と言いたいところですが、この場においてはどうやらあなた方にも危険な目に遭ってもらわなければいけないようだ。やるべきアリアはその能力を用いてあれの力を抑えられるか試してください。骨抜きにしてくれる。琴倉さんは補助。お役に立ってみせます。私に封印の力を、私の体に眠る守護者の力と総称させ、その力で鬼切り丸をこの世から消し去ります。話し合いは終わったかな。全力で来るといい。俺も神の力がどれほどのものか知りたいんだ。アシア、あなたにあった抜け目なさがなくなってくれたことが救いですね。神よ、我が願いを聞け。この空間において横島なる力がはびこるを防げ。我が前に現れたり神の名を語り邪悪なる者を退けよ。何時無力なり。なるほど、それなら、しかし、それで。このいかんともしがたい力の差をどう埋めるの。玉より姫様、私の力を。そろそろ俺の方から行こうか。この程度。
それで、それからどうするつもりだ。始めましょう。陰衆も生贄も封印も世界を終わりにする力も全て私たちで壊しましょう。何だと？これほどのものだというのか？ものか。楽園を作るのだ。争いのない素晴らしい世界を。力によって楽園など作れない。俺の理想がこんなところでついえてたまるものか。消え去れ！どうやら終わったようだね。
疲れ様でした。どうにか封印できましたね。迷うことなく天に昇ることだろう。そのことでしたら平気なようですよ。やっほー、会いに来たよ。なんかね、みんなが行っちゃった後さ、急に意識が戻ってきて、気がついたら傷も治ってて。足屋さんの背中が見えたんだ。多分ね、足屋さんが鬼切丸の力で傷を治してくれたんだと思う。よかったんですよ、これで。そうだよ、それは仕方ないよ。あの人、それだけのことをやったんだしさ。ほらほら、はい、暗い話これでおしまい。とにかく鬼切丸は消えちゃったんでしょ。これで普通の人だよ。そんなことありませんよ。あれだけのものをやっつけたんですよ。大したものです。やった方ではないのか。ほら、やっぱすごいじゃん。
おや、それは奇遇だ。私もあなたがいたからなんとかできた。立っているのもやっとの状態でしょ。部屋まで送ります。私たちのことはお気になさらず、ゆっくりと二人の時間をここで見てますから。男と女の間で親愛の情を示すのにスキンシップは当然だとフィアは言っていたぞ。まあいいじゃないですか、何でも。本当にお疲れ様でした。まあ確かに多少重いような。冗談ですよ。ほら、暴れないで。お帰りなさい。今日は早いんだね。
いいお茶がありますよ。入れてきましょうか。天気もいいようだし、後で散歩にでも行こうか。一緒にたくさんのことをまた一緒に乗り越えていこうか。